直接の原因は今申し上げましたように、私の報道をきっかけとする現在の状況が、今の仕事を続ける、することができない状況を作ってしまった状況になってしまったということが、の何でしたっけ、言葉遊びのところが結構ご批判を受けてるっていうのは、なるほど、その今の時代ってのはそういう感じなのかなとは思います。ご自身がセクハラと認識してないだけじゃないかというふうに考える方もいると思うんですけども、したがって正直にセクハラという認識はないというふうに表現していただきます。私のコメントは、普通の人は自分の声って分かると思いますけども、私は子供の頃から自分のテープレコーダーで自分の声を聞くとよく分からないんですけど、それはそうなんですか。ただ国会でご答弁されたこともありますし、あのテープを聞いたときは、これ俺の声なのかなと思いました。ただ私の声に聞こえるって人が助けられるということは認識しています。世論調査を見て、国民の要素が財務省は大丈夫かと思ってると思うんですけど、はい、その点はいかがですか。そこは全く不足の至ったところで反省しております。なるべくして財務省のトップになったと思うんですけど、そういう中でこういう問題が起きてしまったことで、普通こう長年働いてきて残念なんじゃないかなと思うんですけど、個人的に感じる結構なので教えてください。まあ、ちょっと恥ずかしい。時間、報道が事実はどうするんですか。時間に対してお互いのメタラスにしたことはありますか。